よくなるっていうよりもちょっと機関棒みたいなところがあってもいいのかな。そういうクラウドが僕はそういうキャラクターと認識してるけど、譜面通りにこうキシキシ歌わなくても多少崩して感情の方を優先した方が僕はいいんじゃないかと思いますね。それはもう間違いなく声質ですよね。声質と圧倒的なレンジの広さ、うわどこまでこの人高いところ出るんだっていうぐらいで、彼の場合はあの低いところと中域と高いところでなんかね全部魅力が違うんですね。まあ、今回ファイナルファンタジー7なおかつリメイクってなった時に、一つやっぱその日本を代表する、そのプロジェクトに関われたっていうこと時点でも信じられないことではあったんですけど、まあ、単純に光栄ですね。はい。殺風景な何にもないところに雨が降っててっていう映像をずっと勝手に描いてるわけですね。でそこにこうクラウドがいると、やっぱりその音楽に求めている、まあエンジニアがよく言うアナログチックというか、その人間らしさをすごい求めている方なんだなって、いいことであり悪いことでありどっちにせよその一つのスタイルはあのやり通して形に作っていくものなんだなというのを彼と一緒に働いて思いましたね。その ファイナルファンタジー7リメイク楽しみの皆さん、スバイブサイドプロフェットのヨシです。今回、リメイクの、ミュージックで歌わせてもらいました。そして歴史的あるねジャパニーズミュージック、ジャパニーズゲームコラボレーションをできていると思いますので、ぜひともチェックしてください。よろしくお願いします。 See you。 はい、皆さんこんにちは、植松信夫です。この度ファイナルファンタジー7がリメイクして発売されることになりました。僕はですね、このファイナルファンタジー7で、主題歌的なものを作らせていただいております。サバイブス・ザ・プロフェットのヨシさんのロッキンボーカル、素晴らしいシャウトが聞けますので、ぜひお楽しみに待っててください。